神通は、大日本帝国海軍の軽巡洋艦。5,500トン型軽巡洋艦、川内型軽巡洋艦の2番艦。その艦名は、岐阜県と富山県を流れる神通川からちなんで命名された。大正時代の日本海軍は、7,000トン以上の巡洋艦を、1等巡洋艦、7,000トン未満の巡洋艦を、2等巡洋艦と類別していた。 1921年3月19日、建造予定の軽巡洋館4席に、それぞれ過去、中、川内、神通の艦名が与えられる。6月9日、4席は二等巡洋館として、艦艇類別等級別表に登録された。1922年3月17日、軽巡洋過去の建造は中止された。神通は、1922年8月4日に、 神戸川崎造船所で寄港。同年10月9日、過去の艦名を一等巡洋艦に流用することが決まり、過去は一等巡洋艦類別と共に二等巡洋艦から抹消された。二隻は共に神戸造船所で建造されることになった。1923年11月下旬に浸水台の付近で帰船が沈没し、人数の浸水は延期された。翌月12月8日、 神津は浸水した。関内神社は、神津川が流れる富山県の伊水神社。1925年7月31日、神津は、春行、収益した。クレチンジュ布石8月15日、第1艦隊第3戦隊に編入。12月1日、第2艦隊第5戦隊に編入。1927年8月24日。 島根県の三保の関沖で行われた第8回基本演習において、第5戦隊及び第2水雷戦隊は、オッツ軍を編成し、夜間雷撃訓練を実施する。この時、本来第1水雷戦隊に所属する第26駆逐隊、第27駆逐隊は、第2水雷戦隊に臨時編入され、オッツ軍として行動することになった。中には、艦線部官として、 伏見宮弘義王が上官している。対する皇軍は、加藤漢字連合艦隊司令長官率いる、第一艦隊の戦艦、第二艦隊等と軽順4隻で編成されていた。午後11時過ぎ、第五戦隊、第二小隊は、戦艦部隊を仮想的に見立てて接近中、戦艦伊勢、日向、第六戦隊等から照射を受けた。特に、 ツ田の単小島に捕らえられた人数は攻撃の機会を失ったと判定され、中と共に右へ旋回する。すると、第5戦隊、第2小隊は、後続していた第1小隊及び、第26駆逐隊、第27駆逐隊の一軍に突っ込んだ。人数と、第27駆逐隊2番艦藩わらびが衝突、ボイラーを粉砕された同館は、 爆発を起こしまうたつに分断されて沈没した。それを避けようとして、左に転がした中は、第27駆逐隊3番艦足と衝突、中は艦首を、足は艦尾を大破した。現場に合わせた、各艦等は協力して、沈没艦と損傷艦の救援に従事した。道の区艦載機やの塗料、放射艦載機も捜索に従事した。 わらびは九十二名、アシは二十七名の巡職者を出した。その後、自力航行可能だった中は二隻に護衛されて、舞鶴へと向かった。人通は戦艦混合に栄光され、過去の護衛下で同光へ向かった。アシはアブクマに栄光され、同光へ向かった。当時の舞鶴工作部は、吹雪型蓄艦複数隻の建造に追われており、その中で最初に中を修理した。 次に人通を修理することになったが、その際に、姉妹館の中に準じた改正が施された。スプーンバウからしのげなみ性に優れたダブルカーブドバウへの変更であり、人通の外見上の特徴となっている。監視改正に関して人通は、応急修理を施した上で、暮に開校され、翌年3月まで修理に従事した。12月26日、事故当時の人通艦長、 水木刑事大佐は、軍法会議の判決が下される前日に、自宅で自決した。これを、三穂の石事件と称する。1928年3月1日、第1艦隊第3戦隊に編入。12月1日、第1艦隊第1水雷戦隊に編入。1929年11月30日、予備官となった。1930年12月1日、 1> 第1艦隊第3戦隊に編入。1931年11月から、滑走台上への呉式2号2型車出機の装備工事が行われたものと思われる。1931年12月1日、第2艦隊第2水雷戦隊に編入。1933年6月5日、陣通副長は、辻栄作中佐から大西新造中佐に交代。 8月25日の横浜大気管艦式に参加後、翌日に横須賀入港。9月11日、人通若葉型駆逐艦末を栄光して、縦山湾外に出動し、第7駆逐隊による砲撃演習を実施、末は沈没した。ところが、人通艦内で赤痢が蔓延。9月15日には、第2水雷戦隊司令部が駆逐艦に移乗する。他艦との交通禁止。 当時、乗組員約500名中、入院患者262名という事態になった。10月4日、第二水雷戦隊司令部は人数に異常。10月10日、横須賀を出発して、クレに向かった。11月15日、予備官となった。1933年11月から1934年7月にかけて、 滑走台の撤去や後部への呉式2号3型車出機の装備などの工事が聞こなわれた。1934年11月15日、第2艦隊第2水雷戦隊に編入。1935年11月15日、第1艦隊第8戦隊に編入。1936年12月1日、第2艦隊第2水雷戦隊に編入。 1938年12月15日、予備艦となった。1939年11月15日、第2艦隊、第2水雷戦隊に編入。1941年には、後部魚雷発射艦を4連装を2機に換装する、工事を行い、93式魚雷の発射能力を得た。全部発射艦は撤去され、廃止されたウェルデッキは、兵員室に当てられている。 人通の、この魚雷発射管乾燥工事を否定する説もあるが、人通を機関とする、水雷戦隊への並走補給記録において93、式魚雷のみが補給されていることから、乾燥工事が行われていることが確認できる。1941年12月8日の太平洋、戦争開戦時、人通には、第二水雷戦隊司令官、田中雷蔵少将が座上。 第2水雷戦隊は白鷹などとともに、飛湯部隊の第5九州隊を編成。第5九州隊は11月26日に、寺島水道を出発し、12月2日に、パラオに到着。計画変更に伴い、第5九州隊の編成は、とかれ、第2水雷戦隊は、第5戦隊の従順洋艦3隻、第4航空戦隊の空母流場、駆逐艦1隻及び、 第11航空船隊の水上規模艦2隻と共に、飛島部隊の南飛支援隊となり、フィリピンの戦いに参加した。南飛支援隊の第2水雷戦隊や、竜城などは12月6日に、パラオより出撃し、12月8日に、竜城搭載機がダバを空襲した際に人数と、第16駆逐隊、第2小隊は、飛行機機機等船形成して、連土不十分な搭乗員を支援した。 なお、海戦時の第二水雷戦隊は、第八駆逐隊、第十六駆逐隊、第十八駆逐隊で構成されていたが、第八駆逐隊は、南方部隊本隊指揮下に行動して上通達とは、別行動だった。第二水雷戦隊は12月9日に、レガスピー攻略戦団と合流。12月11日に人通と、第十五駆逐隊、第二小隊は、リガオ海峡へ向かい、 不説艦八重山による、嫌い不説を支援した。人通と第十五駆逐隊は12月14日に、パラオに帰討した。次は人通などは、第五九州隊を編成し、ダバオ、ホロ攻略に参加。ダバオ攻略部隊は12月16日に、パラオから出撃し、人通も出撃した。上陸は12月20日に行われた。第五九州隊は監禁されていた。 日本人の救出を行い、人通陸戦隊は、他館の部隊と共に435名を救出した。ホロ攻略部隊は12月22日からダバオより出撃し、人通も12月23日に出撃した。ホロの攻略は12月25日に行われた。12月27日、人通は第15駆逐隊と共にホロを離れ、ダバオへ向かった。続いて、 乱印作戦が開始される。乱印攻略部隊は、ダバオに集結し、陣図は12月29日に到着した。陣図は、第15駆逐隊、第16駆逐隊などとともに、東方攻略部隊の第2護衛隊を編成し、最初は、目などの攻略に参加した。1942年1月9日に攻略部隊は、マグナガワンから出撃。1月11日に、 目など、毛舞の上陸が行われた。同日、陣通は、目など沖で爆撃を受けたが被害はなかった。次の安本攻略作戦準備のため陣通は1月15日に、目などを離れ、ダバオへ向かった。1月26日、陣通と駆逐艦朝潮は、万華白地に向け出撃した。安本攻略戦団は2つあり、第一艇団は1月27日に、 ダバオから出撃。第2定団は1月29日に、万華博地から出撃し、同日人通もこれに合流。人通と、第16駆逐隊、第1小隊は1月30日に、戦団から離れ、イゴブル島の西で行動した。上陸は1月31日に行われた。2月10日、人通は、アンボン港に到着した。2月17日、第二号衛隊は、 クーパン攻略船団を護衛して、アンボンから出撃した。この時、第二護衛隊は、人数、第16駆逐隊、第15駆逐隊、第7駆逐隊、第1小隊、水上規模艦水穂などからなっていたが、水穂は別行動であった。また、第7駆逐隊は、デリー攻略船団を護衛した。クーパン上陸は2月20日に行われた。は、 第16駆逐隊とともに2月24日にマカッサルへ向け出発。同日、第2号衛隊は解散された。1942年2月27日、人数以下第2水雷戦隊は、スラバヤ沖海戦に参加。酸素魚雷の早爆や遠距離発射命中率の低さという問題も露見したが、連合軍艦隊相手に勝利を収めた。4月10日、 戦時編成の開閉により、第8駆逐隊は、第4水雷戦隊に編入され、人数機化を離れた。4月18日、日本は、アメリカ軍機動部隊及び艦載機による、同リットル空襲を受けた。この時、第2水雷戦隊式各駆逐隊は、長も機動部隊や港部隊に組み込まれて、各方面で活動しており、人数は、単幹で、 クレに停泊し整備待機を続けていた。人数は4月19日午前中に、桂島白地を出撃、20日には、前進部隊本体に編入された。さらに三宅島及び、八丈島東方海域に進出し、アメリカ軍機動部隊を捜索したが快適せず、22日、有国クレに戻った。6月上旬のミッドウェイ作戦における、第二水雷戦隊は、 一木清次自家大佐率いる陸軍一気死隊及び、大田実海軍少将率いる海軍陸戦隊を乗せた輸送船団の護衛を担当した。6月13日、二水船はトラックを立ち、21日横須賀へ帰闘した。7月上旬、水上規模艦地代田、アルゼンチナ丸の護衛として、第五艦隊指揮下の元北方へ進出した第18駆逐隊は、 7月5日キスカ島の沖合で、アメリカの潜水艦、グロムラーの襲撃にあやられが沈没、霞、白塗りも大破航行不能という大損害を被った。長期修理を余儀なくされた第 18× 駆逐隊は、第5艦隊小族、影ウは、第15駆逐隊に編入されて、同隊4番艦となった。7月14日、第16駆逐隊は、第10隊に編入され、 人数指揮下を離れた。その代わりに同日譜を持って、白露型駆逐艦3隻で構成された第24駆逐隊が第2水雷戦隊に編入される。ガダルカナル島の戦い1942年8月7日、アメリカ軍はウォッチタワー作戦を発動し、ガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸を開始、ガダルカナル島の戦いが始まった。第二水雷戦隊機関人数も、 第15駆逐隊、第24駆逐隊、計7隻の駆逐艦を率いており、横須賀で整備改修工事を受けていた。8月5日には、木更津沖にて、天津風、初風、高風、両風等と停泊していたが、アメリカ軍襲来の急砲により、木更津から横須賀へ戻った。その後出撃準備を行い8月11日に、横須賀を出港、15日に、 トラック白地儀。人通は、外南洋部隊増援部隊機関となり、陸軍一機部隊と横須賀鎮守不大後、特別陸戦隊をガダルカナル島へ輸送する任務を任された。だが、第十五駆逐隊三隻は、全身部隊本隊に編入され、人通とは別行動をとった。8月16日、同月13日より、外南洋増援部隊指揮官指揮下にあった。 カゲロウ型駆逐艦6隻は第4駆逐隊司令、アリが工作大佐の指揮下でトラック白地を出動。8月18日深夜、陸兵900名の揚陸に成功し、第17駆逐隊はラビの戦いに参加するためラバウルに向かった。この後、カゲロウ型3隻はアメリカ軍水雷艇部隊を撃退した後、空襲により、ハギ風が被弾し、嵐に護衛されて、 トラック白地へと期待した。カゲロウは単艦でガダルカナル島海域の警戒を行う。2日後、航空と任務を交代。航空は22日にアメリカ軍駆逐艦2隻と交戦し、駆逐艦1隻を撃沈した。第2次ソロモン海戦駆逐艦隊がガダルカナル島海域で行動する中、増援部隊機関人数イカ護衛部隊及び、 輸送船団は8月16日から17日トラック白地を出港、海上で合同し、ガトウへ向かう。しかし、米軍機動部隊の出現、ガダルカナル島米軍ヘンダーソン飛行場の存在により、日本側制空権掌握の見通しが立たないことから、輸送船団はガダルカナル島北方海域で北上と南下を繰り返していた。8月21日、 燃料不足に陥った小海底4隻を分離。8月24日夜の一騎士団揚陸は見送られ25日夜に延期される。このような状況か、8月24日朝より輸送船団はアメリカ軍飛行艇の接触を受けることになる。正午過ぎに第6船隊の従順2隻と遭遇。敵味方飛行機約20機航戦中。 戦団派一時正方に被体する岡都任務という信号を受信した。また従順機ヌガサ特逐艦ユウナギも輸送戦団南西八塾海里に位置していた。人数からは東方海面に空母らしきものが炎上している光景が見られた。これは第三艦隊主力より分離して行動中、米空母サラトが関西機の攻撃で沈没しつつある空母流城と護衛部隊であった。 これらの状況から田中司令官は反転飛体を決定した。ナグモ機動部隊より敵エセックス型空母一隻、戦艦一隻大火災、空母一隻火災という戦火報告が入る。輸送船団は加齢により再び南下してガダルカナル島へ向かうが、同等ヘンダーソン飛行場の勢力が健在である。限り、低速の輸送船団の運命は明らかであった。田中司令官は、 人数よりうがきまとい連合艦隊参謀長を含む各上級部隊司令部に低速輸送船をも、手する増援派成功の参戦機物と任務と意見具心を行った。翌8月25日には第8艦隊司令部も田中司令官の判断を追認し、各方面に輸送船団の上空援護を要請している。8月24日深や第3 9地区隊及び、 駆逐艦3隻は、ガダルカナル島ルンガ白地に突入、ヘンダーソン飛行場を砲撃した。この安武司令機下の野州部隊は、夜間のうちに北上し、5時40分をもって、人通以下輸送部隊と合流する。命令伝達後、2隻を引いて船団から離れようとしていた。空襲直前、小海艇1号2号34号35号は、 人数左前型 7km にあって輸送船ボストン、丸、大福丸、金達丸の輸送船3隻単純人を護衛し、人数右前方 3km に海風が航行しており、人数左源と両風右源の間を駆逐艦5隻の単純人が追い抜くように通過していた。最も人数に接近していたのは磯風で人数左源 600m であった。 この状態で航行中の6時4から5分、ガトーヘンダーソン飛行場を発進した、アメリカ軍急降下爆撃機、SBD ドーントレス8機が雲間より出現、来週機を、味方機と誤認していた陣図は、奇襲を受けた。陣図の第一手法、第二手法の間に爆弾が命中、第一兵員室で炸裂し火災が発生、全部弾薬庫に注水する。 さらに戦団への空襲は続いた。輸送船、金達丸は被弾して大爆発を起こし、乗組委員と便乗車を弥生居と小海底に移した後、無月によって来撃処分された。その無月も B-17 爆撃機3機の空襲で被弾し9時40分に沈没した。通信機能の一部を喪失した人数は駆逐艦2隻に護衛され、 輸送船団から離れるように16ノットでアメリカ軍機行動圏外に飛隊を開始する。火災も沈下したため田中司令官は影ウに異常2隻のみトラック白地に向かわせた。また沈没艦2隻の生存者を救助した3隻も船団を離脱してラバウルに向かった。26日第2水雷戦隊機関となった影ウは燃料不足の海風と共に先行して ショートランド白地へ向かい、残された磯風が、船団の指揮をとって、同白地へ向かった。8月28日午前8時、人通は、トラック白地に到着し、応急修理を開始した。一方、ショートランド白地にて、田中雷蔵少将は二水船機関を、影楼から従順機長さに変更した。8月31日午前8時、第三水雷船隊が、 ショートランド白地に到着。これをもって、田中司令官は、増援部隊の任務を解かれ、橋本司令官がその任を引き継いだ。同日、田中司令官は、木の傘より、駆逐艦夕霧に移乗し、ショートランドより、トラック白地へ向かった。9月2日、午後、夕霧のトラック白地到着後、田中司令官は人数にに推薦機関を戻した。9日に推薦機関は、 陣図から影げ型駆逐艦5番艦早塩に変更された。引き続きトラック白地で待機する陣図に対し、9月25日府で、長良型軽巡洋艦2番艦伊スが、第二水雷戦隊に編入され、陣図は、クレチンジュフ部隊に所属変更となった。翌日、に水戦機関は、伊スに変更された。10月8日、陣図は、日本本土に戻る。 クレチンジュフの指揮下にあって、サボ島沖海戦で大破した従順アオバなどとともに、修理整備作業に従事した。12月29日、田中雷蔵少将は、第二水雷戦隊司令官を降鉄され、公認として、小柳富次少将が着任、駆逐艦長派に、正規を掲げた。結局、第二次ソロモン海戦による損傷以降、人数が参加した海戦は、 人通が沈没するコロンバンガラ島沖海戦のみだった。昭和18年の戦い1943年1月16日、伊須津は第二水雷戦隊から第16戦隊に編入された。同日府で人通はクレチンジュフ部隊から第二水雷戦隊に編入された。この間に推薦機関は伊須津駆逐艦早地も、長波、寺慈樹。 黒潮などが歴任していた。1月18日、人通は、クレ出撃。大和型戦艦に湾艦武蔵第二水雷戦隊人通、第一航空戦隊駆逐艦5隻という編成だった。1月23日、トラック白地に到着。同日、小柳司令官は、退退し、一時人通艦長の藤田俊三大佐がに、推薦司令官職務を代理した。 30日、伊崎俊二少将が第二水雷戦隊司令官として着任、機関を人通に指定している。1月31日、ガダルカナル島からの撤退作戦結合作戦支援のため、人通は全身部隊警戒隊を率いて出撃、全身部隊本隊、航空部隊と合流し外洋に出た。人通、朝雲、サミダレ、カゲロウ、大波シグレ、 式波が本体護衛、両風が補給部隊、阿賀ノイカが航空部隊の護衛という区分だった。ただし、ガダルカナル島の北方約700海里グリニッチ島の東方海域に行動していたため、アメリカ軍と交戦することはなかった。2月3日、駆逐艦2隻は外南洋部隊に編入されて、ショートランド白地に向かった。2月9日、人通イカ警戒部隊は、 トラック白地祈祷。それからの人通は、コロンバンガラ島を機械船に参加するまで、ルオット島輸送以外は、トラック白地で待機を続けた。3月中、人通は、トラック白地で待機。4月,機月、トラック白地で待機。5月、トラック白地で待機。5月8日、コロンバンガラ島輸送任務に従事していた、畜のが食して一挙に、 沈没。6月、ようやく人数に出動が命じられた。第2航空船体の巡洋費用航空隊が、マーシャル諸島地上基地に進出するにあたり、第4水雷船体等と手分けしての基地、要員輸送任務を命じられたのである。2隻の任務は、ルオット島への基地要員と、軍需物資要陸であった。14日、二水船はトラックを出港し、 16日14時、ルオット島に着いた。同島への補給の困難な点、食料事情を考慮した、伊崎に推薦司令官は、両艦の糧職を2週間分残すと、残りを現地基地要員のために降ろしてしまった。17日朝に、同地出発、19日夕国トラック機。ニュージョージア島の戦いがダルカナル島から、日本軍を撤退させたアメリカ軍は、 小休止状態にあったが、連合国軍総司令官、ダグラス・マッカーサー指揮の下3月にカートホイール作戦を立案して、作戦準備を行っていた。アメリカ軍の次の目標は、ニュージョージア島のムンダ飛行場であった。まず6月30日にレンドバ島を上陸占領、重砲陣地を築き、ムンダ一帯を射程に収めた。日本軍は、 コロンバンガラ島に戦力を集めて、体制を整え、シカルアとレンドバ島のアメリカ軍に対し逆上陸を行うことを起とする。そのため、駆逐艦によるネズミ輸送を実施するが、米艦隊に迎撃されて7月5から6日のクラワン野戦が正規。海戦には勝利したものの、新エアズキ型駆逐艦5番艦新月及び、ムツキ型駆逐艦8番艦長月が沈没。 新月の沈没時に、第三水雷戦隊司令官、秋山照夫少将以下第三水雷戦隊司令部全滅という代償を支払った。そこで、従順長会館長、有賀工作大佐が、暫定的に増援部隊の指揮を取った。同時に三水戦司令官公認として、伊住院松次大佐が任命され、7月10日に着任すると帰還を。 川内型一番艦川内に定めた。しかし準備が整うまでの間、連合艦隊司令長官、小峯一大将は、第二水雷戦隊、及び第七戦隊を南東方面部隊に編入させ、コロンバンガラ島への輸送作戦従事を命じた。なお人数と共に出撃した、駆逐艦複数隻らは一時的に、伊崎司令官の指揮下に入っただけで、第二水雷戦隊所属艦ではない。 二水戦所属の駆逐艦は新派のみであり、他の二水戦機関艦は損傷して修理中か、別方面の作戦に投入されていた。コロンバンガラ島を機械船捕虜となった人数の上員、ニコラス艦内で1943年7月11日、ラバウルには、川内、三日月、夕凪、鳥海、石風、浜風、谷風、夕暮れが所在し、戦力は整いつつあった。 12日3時30分、人数以下コロンバンガラ島警戒隊、輸送隊は、ラバウルを出撃、ブカ島を経て、クラワンに接近する。13日、警戒隊機関の人数は、コロンバンガラ島を機械戦に参加。警戒隊は、三日月人通切風浜風新派、夕暮れという単獣人であった。対するアメリカ艦隊は、ウォルデンエルエインズワース少将を指揮官とする。 軽巡洋艦3隻、駆逐艦10隻で、日本艦隊より優勢であった。戦闘開始前、人通は、単焦燈を照射。照射をやめ巨大発射後、人通は、軽巡洋艦3隻からのレーダー射撃を受けた。艦橋への被弾で、艦長、佐藤虎次郎大佐や伊崎俊二少将などが戦死し、第二水雷戦隊司令部は全滅。さらに、艦尾への命中弾で、 火事が破壊された。人通は二度目の魚雷発射後、艦室に多数の命中弾を受けて、航行不能となった。その後、アメリカ駆逐艦の来撃で二番煙突の右舷後方に魚雷が命中。さらにもう一本魚雷が命中し、人通は大爆発を起こして二番煙突後方で二つに折れて、沈没した。 軽巡洋艦三隻が発射した砲弾は合計で十五センチメートル砲弾が二千六百三十発、十二点七センチメートル広角砲弾が三百七十三発に、上った。人数に砲撃が集中した間に駆逐艦は、来撃を行い、軽巡ディアンダーを撃破している。さらに再装填後の来撃により、軽巡セントルイス、ホノルル、駆逐艦グウィンを撃破し、また、 海戦の間に輸送隊は、揚陸を行い輸送作戦は成功した。戦闘後、輸送を終えた第22駆逐隊は反転して、人数の遭難現場に向かうが、生存者を発見できず、7時35分に救助を打ち切って帰投した。基地航空隊も、人数の生存者を捜索したが発見できず、また出撃した、艦爆6.032機も撤退する。 米艦隊を発見することができなかった。人数の生存者は、以後第180潜水艦により21名が救助され、アメリカの高速輸送艦テンと、ボーオーターにも2名が救助されている。チェスター・ニミッツは、米艦隊の問題として、レーダーに映った最も大きな目標への攻撃に偏った、敵艦隊に近寄りすぎた上に射撃開始の時期を意思、ために、 来撃のチャンスを敵に与えたことを指摘している。同年9月10日、人通は川内型巡洋艦、帝国軍艦席からそれぞれ除籍された。三水戦機関新月や水上規模艦日進も人通と同日付で除籍されている。ポール・アレン創業の調査チームが人通の船体をソロモン諸島西部州のクラワン水深900メートルの地点で発見したと発表した。 艦長たちの軍艦誌164から166ページ、日本海軍誌第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。告げ二に大佐、1923年11月10日から1925年2月2日、福島艦蔵大佐。 1925年3月2日、福島肝臓大佐。1925年7月31日から1925年12月1日。三内と夜中大佐。1925年12月1日から1926年11月1日。水木刑事大佐。1926年11月1日から1927年10月7日。三谷四郎大佐。 1927年10月7日から1927年11月15日、秋山虎六大佐。1927年11月15日から1928年12月10日、町田新一郎大佐。1928年12月10日から1929年11月30日、東山彦寺大佐。 1929年11月30日から1930年12月1日、伊沢春馬大佐。1930年12月1日から1931年12月1日、岩下康太郎大佐。1931年12月1日から1932年11月15日、大熊正吉大佐。 1932年11月15日から1933年11月15日、鈴木構造大佐。1933年11月15日から1934年11月15日、原健三郎大佐。1934年11月15日から1935年11月15日、安倍構想大佐。 1935年11月15日から1936年12月1日、安倍光樹大佐。1936年12月1日から1937年12月1日、田中雷造大佐。1937年12月1日から1938年12月15日、南波広行大佐。 1938年12月15日から1939年11月15日、伊崎俊治大佐、1939年11月15日から1939年12月5日、木村正富大佐、1939年12月5日から1940年10月15日、河西虎像大佐、1940年10月15日、藤田俊造大佐、 1942年12月26日、佐藤虎次郎大佐、1943年2月12日から1943年7月12日戦士、礼達等で使用される、正式漢字は示せ編が、示せの、示せ新通。ありがとうございます。